皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、試薬から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、猛暑日がね、記録を更新してますけどもね、まあ、こう暑い日が続くとね、まあ、昼間のその上昇した気温のね影響でね、夜になってもね暑いままですよね。まあ、でもそんな中ね、僕はその体温のコントロールができない体ですので、まあ、今日は半袖なんですけども、まあまあ普段は一日中その長袖を着ております。まあ、それによってね、まあ、昼は暑さをこう肌で感じないように、まあ、そしてその夜はね、熱をこう奪いすぎないようにしております。まあ、だからといってね、まあ、それが原因ではないとは思うんですけども、まあ、ここでちょっと考えてしまうのがですね、乾燥なんですよ。なぜ夏に乾燥するのかっていうことなんです。まあ、夏に乾燥する理由としてはですね、まあ、エアコンですよね。エアコンが効いた、ね、涼しい室内にいてると、まあ、快適なんですけども、まあ、気がつくとなんか知らんけど、その喉とか、ね、肌や、まあ、特に僕なんか目がね乾燥してくることが、ね、あるんですけどもね、まあ、皆さんもねありませんかね、そんなこと ね、もう冬でもないのになんでこんな乾燥するねんって、ほんまにもう目がシパシパするんですよ、ほんまにね。それはね、まあ、エアコンによるその部屋の中の湿度不足がね原因なんですよ。これはね、エアコンの特性でね、その冷房やね除湿をするときっていうのは、その部屋の熱をエアコンがこう吸い込んで外に出そうとします。その時にですね、一緒にの空気中の水分もね、部屋からエアコンと室外機を通してね外に出すためにですね、部屋の空気中の水分がなくなって乾燥してしまうというわけなんですよ。今日はね、そのエアコンによるその乾燥にねフォーカスを当てて、体に及ぼす影響とともにね、ちょっとお話ししていきますね。まずはね、喉ですね。喉の痛みをね引き起こす乾燥ですよ。乾燥、ただの乾燥してるだけやったらね、まあ別にどうってことないんですけども、いや、ありますけど、まあね、暑さに比べたら乾燥なんかってね思ってしまうんですけども、でもね、侮ってはいけません。そのエアコンの効いたね部屋にいてるとね、その喉がイガイガすることなんてね多々あります。ほんまにこれはね、乾燥によって唾液の量が減ってしまうことに原因があります。するとね、粘膜のね働きが悪くなってですね、その部屋の中にあるウイルスやホコリなどがついて、こう喉について炎症を引き起こして、喉がイガイガしてしまうんですよ。で、一回こうなったらね、ちょっと水をね食って飲んでもね、なかなか潤わないんですよね。のこのガーって飲まれて乾燥するわーと思ってても、あ、水飲まないと思って食って水飲んでも、水で潤ってるはずなのに、なんでこんなにまだガサガサしてんねんと思いますよね。不思議なもんですよね、ほんまにね。ほんでね、今喉の話をしたんですけども、皆さんはね、喉だけですかね、その乾燥してる時ってね。僕はね、口の中全体なんですよ。その喉の奥から唇の先まで、こう喉の奥からね、こうってもう唇のほんまここの先まで空になるんですわ。まあでもその時に、まあね、例えば口が開いてたら歯と唇がくっつくし、で口を閉じてたら、あの歯とね、ほっぺたの内側がねくっついて、そのほっぺたの内側にね、歯型がくっきりとね、かたどられてるんですよ。それほど乾燥してしまうんですよ。ただでさえね、僕は唾液が出ない体なので、まあでもこれはね、その移植前の抗がん剤でね、ひどいね、粘膜障害になってしまって乾燥してしまった、まああの頃から始まりました。これね、もう移植して、まあ2年経ってるんですけども、まあその移植して退院するまでっていうのは、まあ病室で過ごしてるわけじゃないですか。でその時ってもちろん今よりも体の状態がまあ悪かったからなんですけども、でもね、そんなね、体の状態がね、まあまあ悪かったくせにですね、不思議と口の中がね乾燥しなくってたっていう記憶がね、なんか今ほどないんですよね。まあしてたんですよ、してたんですよ。もちろんね、その移植後の GVHD で、口は乾燥していたんですよ。抗がん剤でね、粘膜症が出られてるわけですから、もちろん乾燥はしてたんです。てかもう乾燥というよりもきっと他の悩みの方がひどかったから、まあそういうところじゃなかったんかなとは今思えば思うんです。
それかまあね、環境の違いといいますか、管理の仕方が違うんでしょうね。まあそのエアコンはね、まあ、常に動いてる状態でね、乾燥してる空気はまあ流れてるんですけども、まあ、その乾燥を感じさせないような管理を病院側がしてくれていたんかもしれません。そのまあ部屋の中にね、加湿器があったようにも思わへんし、まあ、個人部屋の時にはなかったですけども、でも夏やからね、まあ、大部屋に戻ってもまあクーラーがガンガンかかってましたので、まあ、その辺はね、なんかね、不思議ですわ。やのにもかからわずですよ、そんなになんか今ほどめっちゃ乾燥してるぜって、まあ、忘れてたるだけなんかもしれないんですけども、なんかね、不思議と今ほど思わなかったですね。今の方が乾燥してんちゃうかなと思いますね。まあね、家でもね、これぐらい管理できてればいいんですけどね、そのクーラーつけて加湿器もね、一緒につけたらいいんですけども、なんか夏場に加湿器ってなんか変な感じなんですよね。その他で、まあ、できることとすればですね、そのエアコン、今ついてるエアコンのフィルターをこまめに掃除することですよね。病院もね、毎日決まった時間にその清掃員の人たちがね、掃除してくれてますよね。でほんまにその毎日同じ時間に毎日同じ人が同じ場所を同じタイミングで掃除をしに来てくれてるんで、ほんまにいつもね、綺麗な状態を保ってくれて、ほんまに感謝してましたけどね。でもその、掃除のね、時のね、人が使ってるその消毒液の匂いがね、臭すぎて吐いてしまいましたけどね。あとはモップですわ。モップの匂いですね。あれが臭かった。もう消毒液はね、消毒せなあかんからと思って、もう我慢できましたけども、床を吐く、拭くモップか。床を拭くモップの匂いは我慢できへんかったから、もう僕のベッドの下の床のモップ掛けはやめてくれってね、直接言ったことがあります。清掃員の人にね、落ちやったんですけどね。まあね、その以前の動画でもね、その匂いで吐いてしまうっていうお話をしましたけども、そういう普段の何気ない匂いでもね、ほんまに吐いてましたからね。まあその入院生活っていうのがね、快適に過ごせていたのはね、やっぱり決まって、時間に決まったところをきれいにしてくれてたから、特に何も気にせずにね、過ごせたんやと思います。まあ、先ほども言いましたけども、そのエアコンのフィルターをね、こまめに掃除することでね、その清潔にすることによって、今流行ってるその感染症もね、予防できると思いますのでね。あと換気ですよね。あとはね、こまめにこの少しずつ少しずつですけども、水分を取ることですね。まあ、一度にたくさん水分を取るのではなくね、少しずつ取るのがいいみたいですよ。ね、このフィルターの掃除とこまめに水分を取るっていうのをね、まあ、乾燥が気になる人はね、まあ、これらをね、やってみてください。僕もね、やっぱりその気になるんでね、フィルターの掃除はね、掃除機かけながらとかね、水でジャーって洗いながらね、家でおる時がめっちゃ多いんで、まあ、ずっと家にいてるんですけど、やっぱりね、掃除してますよ。扇風機もね、忘れた頃にパッと扇風機を見たらね、結構なホコリでね、いっぱいなんですよね、扇風機もね。うち置いてるやつと、壁にかけれるやつが、上からね、扇風機回せるやつがあるんですけども、それのね、特に上の扇風機をパッて見たらね、切ったねって思う時があるんですよ。そうなったらもう、ねえ、ああ、もう子供らがおらん時ね、綺麗にしとかなと思って水洗いをしてね、綺麗に拭いて、また持ってるんですけども、まあ、自分の体のことも考えてね、しっかりやってますんでね。皆さんもね、よかったらそういう風なことを気にかけて、でこまめに水分をとって、綺麗な空気の中でね、過ごしていきましょう。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。